今年上半期の競馬シーンを沸かせた優駿がここ阪神競馬場に集結しました。あなたの、そして私の夢が走ります。さあ、いよいよグランプリ宝塚記念の発走です。さあ、最後は大外枠のマウンテンストーン、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。サイレントハンター、好スタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。予想通り先頭に立ったのはサイレントハンター、2番手は石野サンデー、さらにはシルクジャスティス、4番ロードアックス、その後ろインターフラッグ、後方に控えました。では前の方から、先手を取ったのはサイレントハンター、大きく離れました石野サンデー。この辺りで各馬第1コーナーにかかります。1番人気のサイレンス鈴鹿、現在先団です。では前の方から見てみましょう。先手を取ったのはサイレントハンター、大きく離れました。マウンテンストーン、好位置をキープしています。サイレンス鈴鹿、石野サンデーすぐ後ろ、そして大きく離れてつくばシンフォニー、この位置です。 1000m を通過、ややハイペースといったところでしょうか。これが先行勢にどう影響するか。先頭から最後方まで大きく開きました。これは縦長の展開です。後ろからになりました。さあ、先頭はまだ11番サイレントハンター、マウンテンストーン、ほとんど差がありません。3番手にサイレンス鈴鹿、絶好の手応え。サイレンス鈴鹿いい位置です。先頭を捉えにかかります。後続も追い上げていきます。さあ、先頭はマウンテンストーン、その隣からはサイレントハンター、サイレンス鈴鹿、好位を追走。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭に立ったサイレンス鈴鹿、突き放しにかかります。あと 200m、 サイレンス鈴鹿先頭だ。サイレンス鈴鹿力強い伸び足、後続はまだ後方です。サイレンス鈴鹿独走、サイレンス鈴鹿ぶっちぎりです。サイレンス鈴鹿1着、2着は微妙です。これが世界の実力だ。サイレンス鈴鹿